日銀が発表した5月の企業物価指数は1年前より9.1%上昇しました高い水準の伸びが続いています企業物価指数は今年に入り5ヶ月連続で9%台という高い水準での上昇が続いています指数は2020年を100とした場合112.8でした ウクライナ情勢の影響で原油や資源価格が高騰し輸入価格が大きく押し上げられたことなどが響きました企業物価指数は企業同士で取引する商品などの価格を表したもので今後、企業がコストの増加に耐えられなくなり消費者への価格転嫁をさらに進める可能性があります。